4月に竣工されました。サンゴタンの昭和のこの貯水池は周囲58里、村山貯水池の4倍あるといいます。東洋第一の水位利用で海岸周下15万坪に給水しております。水路の延長は海線26里、支線280里。この大衆が進行していない米、干渉等の増収が年間240万円に達しております。昨年の印刷がこの給水利用の特徴であります。数字的数据本島最南端にある台湾南部における重要な要望を持つ人工都市で、高雄州の首都であります。海岸線の屈曲極めて少ない本島にあって、北に紀伊郡、南に高雄の二大港湾があります。その一つの南方の高雄港は台湾南部の物産、砂糖、米、バナナ、パイナップル、セメント等の輸送に重要要項である。また遠洋漁業の本拠地で、当時の帝国南進国策の削減地であります。近畿工業都市としてもますます躍進しております。今後の高雄の躍進は期して待つべきものがあるでありましょう。你看好像在日本一样还神教呢，这个是给改了，改了。都有高级的游轮来回程，神户到台北，到高雄，机油到高雄。机油到高雄。有六艘一万吨级的船来来回程。内地跟台湾定期航路，豪华版的航路。台湾は南方開発の国策指名追放機関として新たに創立しられた。台湾拓殖会社をして移民招致、その他未開地の開拓、綿花の栽培、拓殖金融事業等主従画策されております。台湾にはまだまだ開拓の余地が残されておりますが、台湾拓殖の使命は一人台湾島内のみならず男子内容における法人事業の助成を出し、台湾跟日本的地下电缆接通，使命を持っております。固定的航班飞机，内台无线电话，内台无线电话，内台航空は東京と大阪、福岡と台北の間をわずか1日の連絡に短縮されております。内地と台湾は常に接し、産業と経済に対し国策を進め、我々は強く一致で追加をしなければなりません。台北松山机场，台北机场，台北飞行场，台北飞行场。我们要卒業した人材もいる会社であります。また巡査や教員になっているものもいます。这叫很有意思哦。コロナ禍の中、万人と呼ぶ。无意中称他们为官僚，他们变脸。我らも日本人だ。我们也是日本。要叫我叫官僚。やめてくださいと訂正を申し込む自覚ぶりであります。更正。さて我らはさらに手を南に向けなければなりません。我们今天看到这里，下课。各位同学，大家好，我是坤。啊，餐厅遐用餐。